ヤッホー沙織です。乾杯。イエイ。おう、ドラクエ10やってきます。はい、無事4つの試練を終えましたので、ホーリオンに戻ってまいりました。さあ、どこに行けばいいんでしょうか。とりあえず中に入ってみますかね。はい、ホーリオンでございます。あ、この人がなんか教えてくれそう。はい、終えました。次の段階へ進む扉が開かれるであろう、信徒の中層の北側、聖天区画へ通じる扉。聖天区画っていうところに入れちゃうんですね。行ってみましょう。はい、このでっかい扉の向こうが聖天区画みたいです。はい、この人に話しかけましょう。ガシュマールさん、どうもどうも。この扉の先は聖天区画、天聖教フォーリオンの中枢である。英雄が聖天区画への立ち入りを許されるようになるのは4つの試練に合格した時のみ。合格してきましたよ。よもやお主、4つの試練を成し遂げました。見せましょう食材を。4つ炎が灯ってると思います。うむ、見事である。四天の星巡りを成し遂げた英雄はそなたで2人目だ。あ、まだ2人目なの私。扉を開け、聖天区画へ進むがいい。そして天使長に会いに行かれよう。天使長に会える。ドキドキしてきたな。聖天区画にやってきました。素敵な場所やな、これまた。お庭が立派よ立派。アッシェルさん、どうもどうも。おお、四天の星巡りの新たなる通過者か。喜ばしい限りだ。ようこそ聖天区画へ。3つ並んで見える建物のうち左にあるのが聖天社だ。我らが天聖教を束ねる者、天使長ミトラーが聖天社で英雄を待っている。ミトラーっていう名前らしいですよ。すごいね。ちょっとなんかドキドキしてまいりました。立派な建物やな、ほんま。まんまセット、名前がなんかあれやな。叶うなら全ての英雄に四天の星巡りを突破してもらいたい。祖先より受け継がれし大いなる計画が実を結ぶか否か、全ては英雄たちにかかっているのだ。壮大なミッションっぽいなこれな。さあ、英雄さんどうなってるんでしょうね。今のところ試練順調にクリアしてるんでしょうかね。さて、こっちか、聖天社って書いてんな。入ってみましょうか早速。すごいね、なんかパッと雰囲気が変わった気がするよ。あなたが沙織ですか。ふむ、思っていたよりも普通ですね。そうでしょう。ルティアナ様を殺した大魔王だなんて物騒な噂が立つくらいだから、どんな悪人面が拝めるのかと期待していたのですよ。どんな風に広まってんの私。ともあれ、よくぞ聖天社に参られた。まずは2階にいる天使長にお会いすると良いでしょう。天使長の間がある2階には中央にある魔法陣を踏めばいけます。すごいね。天使長の間は2階です。そこにある魔法陣をお使いください。翼がなくてもピューンと上までひとっ飛び。うわ、マジでこれ踏んじゃっていいんですか。うわわわ、ドキドキ。うう、ひゅう。楽しいな。うわ、荒くれ天使。やい、てめえ分かってんだぞ。英雄の中でも最も悪名高い沙織ってんだろ。やばい。てめえみたいな怪しいやつは武器を取り上げてからじゃないと天使長に合わせるわけにはいかねえって言いたいところだがな、こっちとらそのまま通せって命じられてんだよ。こんちくしょうめ、入ってよし。アラクレスさんの方が怪しく見えるけどね私には。まあいいや、なんかストーリー進みましたね。じゃあ入っていいんですね。行きましょう。ガタンゴトン。なになに。ガタンゴトン。なになに。なんか汽車で遊んでる人がいるんですけど。ん、私は列車が大好きでね、人類の発明品の中でこいつがピカイチさ。はい。え、天使長に会いに来たけど。これはね、400年前、大陸間鉄道の開通式に出席した時配られた記念の品なんだよ。400年前、よくできているだろう。長生きですね。まあ出席したといっても翼を隠しお忍びでなんだがね。アストルティアにやってきたってことなのかな。天使やフォーリオンの存在はアストルティアの民に秘匿されている。うん。陰ながら世界を見守るのが
祖先がルティアナ様と交わした約束なんだ。天使長ってことよね、この方が。多分やけど、英雄たちに試練を課すのも我らの使命、世界の守護を全うするためでもある。はい。おお、やはり美しいな。四天の星巡りを乗り越えた英雄の魂というものは。魂を見られているの今。まばゆい光に満ちている。そうなの、オーラ的なものが。よくぞ四天の星巡りを突破してくれた。さすがはユーライザの見込んだものよ。なんかありがとうございます。前置きが長くなったね。私は聖天者を預かる天使長ミトラ。やっぱりこの人が天使長、めっちゃ意外じゃない。まあ簡単に言えば四天の星巡りを司る者たちの長だ。どうもどうも、はじめまして。お前の突破してきた四天の星巡りは英雄の魂を鍛えるためのものというのはすでに気づいているかな。そうやったんですか。鍛え抜かれた魂のみが、はい、我らの望む高みへと到達しうる。だからお前には期待しているんだよ。なんかありがとうございます。恐れ多いです。フォーリオンには仮面が気になる。お前に反感を抱く者も少なくないが。そうね、実力を認めている者もいる。その点だけは忘れないようにね。そうね、なんか英雄たちにはほんまによくしてもらったよ。さて、四天の星巡りを乗り越えた者には最後の仕上げとして禊を行ってもらうことになっている。何をするんやろう。禊とは、偉大なる力を得る前にこれまでの罪や汚れを払う儀式だ。懺悔的な。偉大なる力がいかなるものかは禊を終えた後に明かすとしよう。今しばし待ってくれたまえ。わかりました。よくわかってないけど、禊は城西の泉にて行える。聖天区画の東にある建物を目指すといい。次は東に行くのね。天使長ミトラ。ちょっと素顔気になんな。なんなんこの怪しい仮面。四天の星巡りを乗り越えた者には最後の仕上げとして城西の泉でみそぎを行うことになっている。みそぎ、なんなんやろ。みそぎの作法は泉を管理する天使が教えてくれようとのことです。まあ早速行くしかないか。何させられんやろうな次はな。かっこええなこの部屋もまた。すごいね。あ、これアストルティアの地図じゃない。貼ってあるわ。あ、これ錬金のね、錬金釜もあったりとか。すごい、ドルボードアストルティアのものがいっぱい置いてあるわ。これなんなんやろこの絵。不思議な絵が貼ってあります。ああ、これはウルベアの。うわ、なんかええねこの部屋。まあいいや、とりあえずみそぎとやらを行うためにちょっと向かってみたいと思います。アラクレスに話しかけてみた。やいてめえ、正直に答えやがれ。天使長の前で失礼はなかったろうな。私何も喋ってませんから。ならばよし、あの方はな、聖天者のトップ、俺たちの代表なんだ。敬意を払えよ。なんかね、すごい意外な人物でございました。ここか、城西の泉かって全然違うね。ここは天の聖壇だ。城西の泉は一つ隣だ。隣、およそ迷いようのない場所で行き先を見失うとはな。光の女神ルティアナ様、どうかこの愚か者に道をお示しください。いちいち嫌味やな。はい、分かってますよ。はいはい、一番東の建物ね。なんでも空を飛ぶ珍妙な道具で天聖教に近づこうとした下界の不届き者はあえなく撃墜されたそうではないか。そんなこともあったな。だがミトラ様はその不届き者に四天の星巡りの参加を許したそうな。深いお考えがあってのことだろう。はい、目の前にいます私です。ミトラ様に見込まれているのだ。期待を裏切るなよ不届き者よ。バレてた。不届き者ってほんまにさ、風当たり悪いよねこっち来てから。さあ、ここがですね、城西の泉でございます。みそぎを行えとのことでしたが、はい、天使さんと、あと、あ、これ英雄の方がな、隣にいたの。
また美しい和紙やな、これ聖なる泉という感じがいたしますよ。英雄っぽいな。水がめから流れる水を浴びるだけでいいのか。あ、そうなの。ええー、それがみそぎというものです。また特徴的なメガネかけてらっしゃる。よよ、また英雄のご到着かな。はい、そうです。お前はまた嫌味言われるかな。ああ、お前はそこで見ていなさい。アシュレイ殿の後だ、後。めっちゃ雑やん、扱いが。ほんでアシュレイさんっていう方なのね、この英雄。悪いや、厳しいね。すぐ済ませるから。はい、見てますね。浴びるのね、これを。あれ、なんか水が止まってしまったけど。ん？え、うわ、なんか汚い水出てきた。うわ、これは、なんか毒みたいな。なんか誰かいたね。うわ、えらいこっちゃ。くっせ、どうなってんだ。汚れた水でみそぎをやれってのか。まさかこれも試練だって言うんじゃないだろうな。天使ってやつは意地が悪いな。確かにそう思ってしまってもしょうがないよね。違いますよ、試練じゃありません。そうですね、こんなの想定外のトラブルです。誰かいたよ、さっき。急ぎ天使長にご報告せねば。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。いやいや、あんたが持ち場を離れちゃダメでしょ。代わりに俺らが行ってやるよ。俺ら、あ、私も一緒に行くってことなのかな。おお、それならぜひ。よろしくお願いします。はいはい、というわけだ。俺はアシュレイ。そうやん、アシュレイ。生前は勇者をやっていた。なんか聞いたことあんなと思ったら、あ、そっかそっか、勇者ね。なんか出てきたよね。しかも初代なんだぜ、初代。どこで出てきたんだっけ。始まりの大魔王ゴダを倒したのは何を隠そう、この俺さ。イエイ。イエイ。冷静に話をしてますわ。イエイってめっちゃ意外やったんけど、なんか、はい、勇者の盟友でございます、どうも。あ、はい、盟友、あ、そうか、盟友なのか。そうなんですよ。いいじゃないか。勇者と盟友で仲良くやろうぜ。めっちゃ明るいやっちゃな。匂いがきつくなってきたな。鼻が曲がらないうちに聖天使の天使長に報告しに行こうぜ。なんか想像しい方ですね、この方。走ってったわ。仲良くなれそうやわ。なんかアシュレイやって、初代勇者、初代勇者っていうか初代大魔王をやった勇者、素晴らしいね。えそんな方と現代の盟友の私が一緒に行動を共にできるだなんて嬉しいです。さてさて、とりあえず天使長様にもう一回に行きます。さて戻ってきました。ご報告いたしましょう。ちょっとえらいこっちゃなんですけど、初代勇者と当代の盟友が揃ってどういう了見だ。私はみそぎをしてこいと言ったのだぞ。ちょっとみそぎどころじゃなくなったんですよね。よもや、水浴びは冷たいから気が進まんなどと抜かすのではあるまいな。そんなね、甘えた話ではないんですわ。冷たいだけならよかったんだけどさ。なあ、そうなんよね。はい、一生懸命説明しております。お水まみれになったと。ほんまにお水だと。なんかね、緑のね、毒沼みたいな。すまない、転生今日始まって以来の事故だ。言葉を失ってしまったよ。事故というか事件の香りがいたしましたが、いにしえの大崩壊の日でさえ、奴らにフォーリオンが蹂躙されてもあの水源だけは汚されなかった。そうなの、聖なる泉って感じじゃなくなってしまったよ。それは女神の加護があったゆえ。ルティアナ様、もはや加護は失われてしまったのか。そんな深刻にならんでも。汚れたんなら綺麗に掃除すればいいだけなんじゃね。知らねえけど。すごい無責任なこと言うな。切り替えが早いな。さすがは初代勇者。ならばお前たちに泉の浄化を頼むとしよう。浄化、どうだ、引き受けてくれるかな。どうやってやるんでしょう。まさか掃除だけでは終わらないやろうけれども。おいおい、冗談だろ。俺らにドブさらいをやれっての。自分で言っといて。
人助けこそお前の本分であろう。確かに。なぜなら勇者なのだから。勇者大変やな。困ってる私に手を貸しておくれよ。まあそれこそ勇者のお仕事ですよね。それとも我々が泉を浄化するまで信徒の改正堂で無意に時を過ごすかね。それもなんかなって感じやしな。それはごめんだな。退屈すぎて二度目の死を迎えそうだ。コミカルやな。俺は引き受けようと思う。はい。お前も手伝ってくれるよな。当たり前のようにね。まあそうなりますよね。はい、もちろんでございます。それでこそ勇者の名誉だ。なんか元気になんな、アシュレイと一緒におったら。では浄化の方よろしく頼むぞ。わかりました。どうしたらいいの。どうやって浄化するかは、うん、そうだな、前代未聞のことでもあるし、聖天者の書庫ででも調べてみてくれ。本に方法が書いてあるってこと。丸投げなの。リアクション一時おもろいよね。四天の星巡りの延長線とでも思ってくれ。はい。書庫はこの聖天者の2階の西側にある。さあ行った行った。なんか軽いノリで話進んじゃってるけど。はい、また試練みたいなのが訪れてしまいました。世界中からかき集めた様々な時代の文献が所蔵されている。膨大な文献を当たれば汚染された泉を清める方法も見つけられるだろう。やり方はお前とアシュレイに任せる。柔軟に状況に対応できる判断力が問われていると思ってくれ。今度は判断力が試される試練って感じなのかな。え、なんか可愛い子たちがおるんやけど。天使の輪っかつけて、ちょっと話しかけないでよ。私は私が認めた人としか口聞かないんだから、つーん。意地悪言わないでよ。ねえ、もう無理な。僕たち聖天教の住人は水浴びをしなくても下界の民みたいに体が汚れないよね。だからなのかな、天使が集まる聖天社の中はかぐわしい草原の香りに満ち満ちてるよね。何のこっちゃよ、分からんけれども、あんたからはカブトムシの匂いがするわ。なんやこのゆるい会話、かわいいな。うわお、めっちゃ本いっぱいあるんやけどこれ。ちょ、こん中から情報探せって結構無茶じゃないですか。錠剤の泉から汚水が溢れてきたから解決策を探しに来たですって。一大事じゃないですか。ご本室で汚れを除去する場を清める手段として真っ先に思い当たるのは薬品の使用ですね。薬品に関する本は入り口の向かいにある本棚に揃っています。泉の浄化に役立つか分かりませんが調べてみてはとのことですね。はい、向かいにあるってことは真正面ってことなのかな。アシュレいますね。話しかけてみましょう。チョコというだけあって本だらけだな。片っ端から読むしかないのか。ほんまやな、大変よな。しかし汚れた泉をきれいにするなんて都合のいい内容の本があるのかね。まあ近いところで汚れを落とすとかその種の薬品に関する本なんか渡ってみるといいかもな。同じこと言ってますね。どの棚にあるかここにいる司書の天使にでも聞いてみるとしよう。はい、正面でいいのかな。この辺やと思うんですけど違うかな。あったかな、これかな。お掃除用薬品大全、これやこれや。大昔の本やて。掃除に情熱をかける著者が考案した薬品の調合法が記されている。沙織は最も強力な清めの大玉という薬品について解説しているページを読んだ。清めの大玉とは頑固な汚れに限らず呪いや毒をも浄化してしまう薬品だ。汚染された河川を浄化した実績もある。え、これ使えそうじゃない。効果は抜群だが保存期間が短く作り置きに向かないのが欠点だ。必要に応じて作るしかない。作りましょう作りましょう。なお調合にはハジャの黒曜石という希少な素材を用し熟練の薬師でなければ不可能ともいえる手順を踏まねばならない。以降清めの大玉を調合する手順が記されている。どうかなこれ、錬金できるかな。錬金みたいなことですよね、言うなれば。はいはいはい、お読み込んでおります。いけそうな気がするよ。なんか見つけたのか、うんうん、あ、もしかして浄化の方法が書いてある本か。そうそう、河川を浄化したとも書いてましたからね。
おやるね。はい、もちろんもちろん。何何？清めの大玉？うん、こいつがあれば汚れちまった泉をきれいにできるってわけか。ただ作れるかどうかなのよね。で、どこにあるんだ清めの大玉とやらは。お、あんた知ってるかい？ご存知でしょうか？いいえ、私も詳しくは。知っているのはあらゆる汚れを浄化するすごい薬品であることくらいです。うん、それは本に書いてあったよね。使われた記録がないので、その薬品は聖天者にもないかもしれません。作らないといけないってことですよね。でもほら、うん、作れるって書いてあるぞ。覇者の黒曜石ってのがあればいいんだとよ。そうな。覇者の黒曜石ですか。あいにくフォーリオンじゃ取れないんですよね。アストルティアでなら取れるんでしょうけど。一旦アストルティアに戻る流れでしょうか。いいね、観光がてら行ってくるよ。俺が生きていた時代とどれくらい変わってるか見てみたいし。アシュレイも一緒に行けちゃうの？え、知らないんですか？ですよね、英雄は天聖教から出られないんですよ。うん、魂から復元した仮初めの命なんですから。さて、これは私の出番では。でも、うん、あなたの隣にいる人なら生きてるんですよね。アストルティアにも行けるでしょうね。そうそう、何せ生きてるんですから。普通にここと行き来しております。お前、うん、あ、そうか、そうなのよ。東大の名優って言ってたもんな。はい、東大の勇者アンルシアもね、いますからね、グランゼドーラに。生きながらにして英雄って。お前何気にすごいやつだったんだな。そうですか。どうもどうも。俺には行けないんじゃ仕方がない。うん、覇者の黒曜石の調達はお前に任せるよ。結局丸投げって感じになっちゃってるけど私ね。守備よく材料が手に入っても調合できるやつがいなきゃ話にならんか。錬金術師、夏お兄ちゃんに頼んでみる。腕の立つクスシを見つける必要があるな。うん、よし、そっちは俺が探しとく。錬金とはちょっと違うのかな。にしても覇者の黒曜石がアストルティアのどこにあるかがまだ謎だな。アストルティアめっちゃ広いよ。そういうことでしたら、うん、こちらのケースに保管された本も調査にお役立てください。今は泉の浄化のため特別ですよ。 ありがとうございます。貴重な本なのかなこれね。ケースに収められてるっていうことはさ。さてさて、じゃあ、師匠が言っていたケースの中の本読んでみましょう。この辺にあるやつかな。古びた文献ね。こちらは、関係ないって。これは巻物とかがあるけど調べられないね。こっちは関係ない。これかな。じゃあ、はい、世界の鉱石という古びた文献が収められている、覇者の黒曜石のページ。邪悪なものを清める効果があるため薬品の調合にも利用されるが、希少なため安定的な採取は望めない。見つかるかな。現代ではめっきり採取できなくなったが、それでも黒曜の隕石が落下した近辺にて発見しやすいとの記録も残っている。今よりはるか昔、太古の時代に黒曜の隕石の落下が確認されたのは内海に囲まれた島。はい、マップが開かれました。この先はページが破れているため読めない。だが黒曜の隕石が落下したと思われる場所がページの端の地図に描かれている。これはどこだ。レンダーシアですよねきっとね。ん、矢印の書き込まれた島がどこにあるのか諸庫内を調べて突き止めよう。大変なんですけど。はい、アシュレイに話しかけてみたら、内海に囲まれた島の隕石が落ちた地か。俺が生きてた頃は交換術なんてさっぱり発達してなかったからな。恥ずかしながら五大陸はおろか、自分が生まれ育ったレンダーシアさえどんな地形をしていたかも知らないんだ。とりあえず本に載っていた地図の場所を突き止めるところから始めようぜ。この書庫に地図でもないかな。あ、そっか、本じゃなくて地図を探せばいい。地図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 、あったあった地図。
連弾子や人間が誕生し主に生息する大陸、その内海に大小2つの島が存在する。それぞれの島名にはエテーネという名が入っている。内海に浮かぶ2つの島のどちらかが文献に描かれている島と一致するようだ。ハジャの黒曜石を探しに行ってみよう。はい、とのことです。レンダーシアのエテーネに行けばいいってこと？ん？はい、もう一回本を読みに来ましたよと。まず現代ではめっきり採取できなくなったとのことです。太古の時代でしょ。で、内海に囲まれた島エテーネっていう名前がついている。このマップね、なんか現代のエテーネに行ってもしょうがないっぽいよね、きっとね。はい、アシュレイにもう一回話しかけに来ました。壁に飾ってあるのはレンダーシアの地図か。俺の時代にはあそこまで細かく書き込まれた地図なんてなかったぜ。レンダーシアの内側に見知らぬ島が2つもあったなんてな。地図の大きい方の島、本に載っていた島と地形が似てるよな。だとすりゃ本の矢印が書いてあった場所にハジャの黒曜石があるんじゃないか。俺は天聖教を出れないから代わりに頼むよ、とのことでございます。これはさあ、今ルーラストーン使えないか。ちょ、一旦現代に戻りますね。はい、エテーネに来たんですけれども、多分ですけどこの現代を探しても見つかんないと思うんですよね。真のレンダーシアとかってしてもね、エテーネこの近辺探してもしょうがないんじゃないかなと思いまして、ほいでですよ、このエテーネルキューブ、はい、イニシエエテーネ王国、ここのなんか黒曜石ってなんか見覚えあんなと思ってたんです。はい、黒曜の隕石港、絶対ここでしょ。行きましょう、イニシエのエテーネ王国、久しぶりやな。はい、やってきました。ここどこでしたっけ、あんまり記憶がない。あ、印がついてるじゃないですか。これここに入ればいいってことなのかな。行ってみましょうか。あ、めっちゃ光ってる、わかりやすく光ってるやったー、すぐ見つかったよ、これよかった。開いまして、足元に黒光りする鉱石が落ちている。ハジャの黒曜石ゲット、やったね。アシュレイに知らせようとのことです。おや、なんか戻ってきたらムービーになったよ。はい、そこの君、ちょっといいかな。誰かに話しかけられました。アシュレ？ん？聖天社はどの建物かな？え？ん？どうした？何か言いたげな顔をして。アシュレーとそっくりの、なんかアシュレーって双子じゃなかったっけ？あ、ですよね、やっぱり。なんかそういうストーリーがどこで見たんやったっけ。王家の迷宮じゃなくて真相の迷宮、あ、真相の迷宮でさ、アシュレーの双子がどうこうっていう話を聞いた気がするよ。アシュレーを知ってるのか。そうそうそう、ショコにいます、ショコに今から会いに行くところやったんですよ。そうか、兄貴の知り合いか。うわ、こんなところで会えるとは。アシュレーは双子の兄でね。そうなんですね。俺の名はレオーネ、はい、そうそう、レオーネ、初代勇者の盟友だ。名前だけ知ってます。君のような反応は久々だよ。なんか嬉しいわ。天使たちはみんな事情を知ってるからさ。ちょっと復讐してくるわ今度。真相の迷宮で聞いたんですよ。アシュレーのやつとは別々にここに来て、四天の星巡りでもあいつ常に先行しててさ、まだ再会できてないんだ。そうやったんや、別々に来てたんよねでも俺のことはしばらく兄貴には内緒な。驚かせてやろうと思うんだ。あ、まだここにいるってこと知らないんですか、アシュレイは。あ、そうなんや。見たところ君も英雄のようだけど。はい、私も盟友なんです。同じ立場ですよ。おお、うん、君が。そうです、当代の盟友ですね。四天の星巡りを始めたのはつい最近なのに、ものすごい勢いで追い上げる者がいると聞いていた。それが君だったんだね。そんな風に英雄の中では評判になってたの、ちょっと嬉しいね。あえて光栄だ。
と、しまった、自分から聞いておいて忘れてたよ。聖天者はどっちかな。一緒に行きましょうか。そうしましょう。助かる。後でゆっくり話そう。一緒には行かない。じゃあね。はい。わあ、あえて光栄なのはこちらのセリフです。うわあ、ほんまにじっくり喋りたいよね。アシュレイとレオーネ、嬉しい。はい、というわけで今回はちょっとびっくりするような人物に出会うことができました。そう、真相の迷宮のストーリーに出てきたのよ。ちょっと私も復習してまいります。はい、では次回続きやっていきたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。